今日何日6月21日第290皆さんこんばんは、今日は6月27日第296回のしゃべくり松代です。よろしくお願いします。今日、パーソナリティを務めさせていただきます、西澤です。よろしくお願いいたします。今日も暑い一日でしたが、皆さんどのようにお過ごしだったでしょうか。松代はですね、今ちょうどあんずの実が収穫真っ盛りということで、実は私昨日、松代町東城の方に行って、あんずの様子を見てきましたら、とても木に実がたわわになっていて、美味しそうなあんずがいっぱいになっておりました。でですね、今日はそのあんずについて皆さんにいろんなことをお伝えできたらなと思って、あ、今映っておりますね、これがあんずの実ですよ。なかなかあんずの生の実をね見ることって少ないと思うんですけれども、はい、とても美味しいあんずのご紹介をしたいと思います。今日は、私一人ではなくて、一緒にこのあんずの美味しい食べ方などについて、やってくださる仲間を紹介したいと思います。こちらです。タヤミドリです。よろしくお願いします。宮本です。よろしくお願いします。私たちはいつも仲良し3人住民ディレクター女子トリオでございます。そこに美人はついておりませんが、よろしくお願いいたします。はい、はい、松代のあちこちに出没してるかもしれませんが、はい、今日はね、女子ならではのこのね美味しいあんずの、はい、お話なんですけれども、私ね、あんずって3回ね楽しめると思ってるんです。はい、1回目はね、宮本さん、はい、お花です。そうですね、はい、お花です。見てください、このあんず畑の様子。もう隣のね、某なんとか市でもね有名なんですけど、でもね、実はね、こちらの松代の東城のあんず本当に綺麗なんです。下からね、山肌全体にあんずがあるのが見える感じで、本当に感動です。それが春ね、4月の初め頃楽しめる1回目。そして2回目はやはり戸谷さん、はい、食べるの大好き戸谷さん。はい、本当ですね、生のあんず、これがすごい、ゴールドコット、ゴールドコット、もう新種だそうです。素晴らしい、なんか生で食べられるというね、この生でいろんなものが食べられるね、2回目の楽しみ。まあ人によるとあんずを取る楽しみとかね、はい、あるらしいですけどもね、まあ私たちはそこまではできないのでね、食べる方で、はい、はい、で3回目なんですけど、ちょっと今日写真がなくて残念なんですが、さっきのこの満開の花、はい、これですね、実はこのあんずが秋になると紅葉しまして、葉っぱがね赤くなって、はい、もう真っ赤になるんです。そのもみじがまた美しいんです。ということで、あんずは年に3回楽しめますからね、はい、で今日はその2回目の楽しみの食べるというところをやるわけですけれども、はい、はい、まあそれでも、まあ、なぜ松代でこんなにあんずがね植えられているかっていうね、実はね深い訳があるの、あ、訳があるんです。噛みました。はい、その話を宮本さんがしてくださいます。はい、真田三代幸道様の妻豊姫様が伊予の宇和島藩の伊達宗俊の息女で、延宝元年1673年輿入れの際、あんずを持ってきたことが松代藩のあんず発祥となりました。延明寺の境内左手に豊姫様のお玉屋があります。お玉屋右手には位牌があります。境内のあんずの木は当時から数えて3代目の古木になります。あんずはこの地方に広がって藩の財政にも役立ったと言い伝えられています。あんず姫物語の創作民話があります。町歩きセンターで今販売しております。皆さんぜひご利用ください。はい、ということで、あんず姫のお話です。あんず姫ね、はい、はい、ね、宮本さん、ちょうど今、はい、NHK で真田丸やっておりますけどもね、はい、はい、
真田丸でもう今全国に真田という名前がね、とどろき渡っている時に、ね、はい、その真田家に嫁いだ豊姫さんが持ってきたこの杏ですよね。ぜひもうこの真田丸の勢いに乗って、はい、またこの杏が全国に広まっていけばいいですよね。そうですね、はいはい、いいと思います。で、三代雪道様は小松姫様のお孫さんになるそうです。お孫さんお孫さんのお孫さんの雪道さんは今ちょうど出ている大泉洋さんがやっている信行の孫で、奥さんは小松姫だったんですね。そうです。の孫の奥さん、奥さんということだそうです。豊姫さん、わ、はい、かりました皆さん、はい、ということだそうですよ。なかなか難しいですけど、私も歴史苦手、はい、でもちょっと影にね詳しい人たちが今いて教えてもらいました。はい、はいはい、ということですね。そんな言われがあって、はい、ね、こうやってまた歴史をねちょっと掘り下げていくのも面白いですよね。そうですね、ね、はい、こうあんず食べながら、うん、そうか豊姫さんがなって思わないかもしれないけど、はい、じゃあ豊さん今日も、はい、ここにずらずらっと、ね、あんずいっぱい並んでおりますけれども、私ね、はい、昨日ね、実は A コープ松代店の店頭で、うん、年に1回のあんず祭りがあって、あんず祭りね取材してきました。もう大勢の人がね、あんずを求めて、お越しいただいていたようなんですけれども、もうそこでもね、うん、ちょっとこっち動画あるんですが、はい、ちょっとねこのその時の様子をポチッ、はい、ね、こんな上り旗出てて、はい、もうね、はい、こんな感じでにぎわっていて、松代町のエコールド松代の郷土食選果の皆さんも、はいはい、ね、参加されていて、ちょうど今日、ね、紹介しているいろんなもののこう試食があったりとか、もちろんあんずの販売もありましたし、はい、いろんなものを、ね、こうやって、はい、やってましたけど、はい、じゃあ豊さん、今日ここに並んでいるものをちょっと紹介していただいてもいいですか。はい、いいですかね。今あんずジャム松代で定番にあって、どこのお家でも手作りしていた、しているよう、いるようです。それに、これは甘漬けですね。白ごめんなさい、シロップ漬けで、こっちが甘漬けで、こちらに並んでるお菓子が松代の中にお菓子屋さんがあるんですから、けどそこから買ってきました。なんか松代物語っていうの、これはなんかあんずのシロップというか、あんずを練り込んである、チーズクリームと一緒に練り込んであるものですね。それとこれは花の歌というお菓子で、これはあんずがここに入ってるんですけど、おまんじゅうみたいになってます。そしてこれがあんずのゼリー、そしてこれがもなかですね、あんずのもなかで、これが今松代で、はい、あれですね、はい、これですね、売り出し中という売り出し中の、はい、これが、あんずおこわですね。はい、今松代の、郷土食選果さんなどが中心になって、松代町内5個のお店でこのあんずおこわがね食べれるみたいですけれども、昨日ね私インタビューした時に、もう松代ねおやき食べるじゃないですかね、お盆の時にね、そのおやきを抜こうとばかりに思って松代の郷土食になったらいいなってことをねおっしゃってました。はい、じゃあちょっと松代テレビ見ていただいている皆さんには申し訳ないんですが、私たちちょっとここに並んでいるものを少し試食していきたいと思います。はい、試食しながらねどんな感じかまたお伝えしたいなと思うんですが、じゃあ生のあんずからいきますかね。あんず美味しそうですね。いい色してます。宮本さんもほらやっぱりこの赤い、ね、赤いところ割れました、はいはいはい、半分でちょっと食べてみます。いただきます。うん、あ、柔らかくてすごく甘いですね。甘いです、すごい甘い、うんうん、なんかすごい、なんでしょうなんかいつもお菓子ね、はい、スーパーイっていうあれじゃなくて、うん、本当に甘い、うん、甘い新品種で改良してすごいですよね。どんどん甘くなっていく感じですね。
この一つ前がハーコット、うん、ハーコット、うん、今はゴールド、ゴールド、ゴールドコットだったかな。はい、どんな風に違います？違いはどんな風に、普通のあんずと、普通のあんずはもう本当にカリッと食べたらもう酸っぱいっていう感じで、うんうんうん、こんなに柔らかくって、うんうん、こんなになんとろけるような感じないですね、うんうんうん、まあこれは熟してるからか、そう余計にね、うんうん、熟してね、思います、はい、うん、ね、私もね、10年前に松代に来た時はまだこういった生で食べる、うん、あんずってなかったんですよ、うん、ね、うん、新三丸とか、はいはい、平和とか、平和、ね、そうですね、新潟近江とかっていう割と加工用のあんずが中心で、うん、ね、今日そこに並んでいる、もうきっとね、そういった加工用のあんずだったと思うんですけど、うん、でもね、みんなのお家にあんずの木あると普通に食べてましたよね、うん、食べてましたね、落ちた落ちる寸前とか宮本さん家にも酸っぱかったです。あんずの木あるんです？ありますね、あんずの木あるんですね、はいはい、種類は何ですか？あの頃だから平和だと思う、平和、はい、ちょっと小さめ、そうです ね、これ割と大きいですもん ね、うん、これよりかちょっと小さめな感じで、日本松さん、ね、どうですか？なんか、はい、なんか、そちらにいらっしゃる皆さんも食べてみませんか？はい、美味しいですよ、はい、ゴールドコット、はい、最新の品種、はい、でもね、その庭にあるね、あんずの木からね、もいでね、食べるのもね、そう、楽しかったですよ、楽しかったですよね、はい、それこそね、やっぱり都会では味わえない、そう、もぎたての、本当にもぎたてで、ね、はい、私もね、本当にね、15年ぐらい前に静岡の友達に、まだその頃はハーコットとかなくって、生のあんずをね、送ったことがあったんです。そしたらね、その頃はね、生のあんずがこう店頭に並ぶことってほとんどない。ないですよね。スーパーとか果物屋さんにも並ばないので、これは非常に珍しいものをいただいたってことでね、すごく喜ばれた記憶があります。今ね、これね、東京に行くとね、高いよ、デパートでデパ地下とか行くとこれ1個100円ぐらいかな、もうちょっとするかな、200円ぐらいかな、ね、結構いい値段するんだよね、はい、でも松代で買うともうちょっと安く買えますよ、皆さん1キロそうですね、400円ぐらいかな、はい、じゃあちょっとそちらのいろんな加工食品の方も食べてみますか？何かじゃあ見つけてみますか？これはお作りになったりか、はい、そうですね、昨日ね、昨日の実演で、実演がね、あったんですよ、すごい美味しそうで、ね、結構こういう濃い固めですね、これ、うん、このくらいの硬さがいいのかな、なんかうちで作るともっと柔らかいような、そうですね、男性陣にちょっといかがでしょう。だしはじゃあ、あんずおこわを、はい、あんずおこわ食べたいです、うん、あんずおこわを食べてみましょう。ジャムどうですか？ちょうど夕方でお腹も空いたので、あんずおこわ、あんずおこわ、あ、ちょっと全部ジャム食べてきますね、このジャムがあるとあれですよ、とっかね、私たちはあんずジャムって言ってるけど、ちょっとデパートに行くとこれはアプリコットジャムになっておりますからね、アプリコットジャムになった瞬間になんかクオリティ高いですよね、そしてケーキとかいろんなクッキーとかにね、練り込んで、すごい、これ甘くて美味しい、丸かじりしちゃった、半分に割らないで丸かじり、はい、どうですか、はい、あんずおこわ食べてみますか、男性陣、お腹空いてますか？あんずおこわもとても甘酸っぱくて美味しいです。このもなか、はい、あんずのもなかってどんなんでしょう、いかがですか、もなか、はい、いいかな、うん、もなかも美味しそうですね、あ、すごくなんかあんずの実がそのまま入ってる、うん、ゼリー状で、うん、シロップ入
これもよくお家で、はい、甘漬け、甘漬け、ね、あんずドレッシングも、あんずドレッシングも今ねちょうど映ってますけど、ね、はい、ね、あんずおこわの前にドレッシングも開発されて、うん、もう松代の地域振興委員会の皆さんが頑張って、はい、今私はあんずおこわを食べています。本当にあのあんず色になっていて ご飯がね、うん、とても綺麗です。はい、なんかこう見てるだけでなんか食欲がそそる感じがして、うん、でこれはやっぱり松代に来ないと食べれないんですよ、実は皆さん。ですのでぜひ松代に来てあんずおこわね、うん、食べに来てもらいたいなと思います。で今来るとこういった生のあんずも購入できますし、うん、そうですね、でそして今日食べたジャムとかね、シロップ漬けとかね、いろんな加工品も作れます。ということで宮本さんから一番好きなものは何ですか、あんずの中で。あんず、この中であの甘漬けは私自分でもたまにやるんですよね。でうまくいった時は OK なんですけどそしてみんなにお酢をあげたりしてね、はい、テイさんは。あ、私はやっぱり生でガブッと食べるのが好きです。生でガブッとね、はいはい、はい、そんなことでぜひ皆さん松代、今だったらこの生のあんずも購入できます。ぜひ松代のあんずを求めに来てください。はい、私たち待ってます。はい、ということで今日はあんずの美味しい食べ方をお伝えしました。またよろしくお願いします。さようなら。皆さん、はい、今ね、うん、その皆さんで食べてて、ね、私おだれ出ちゃって、そうで最後にね、うん、私、うん、いただこうと思ったら、ね、いいよいいよ、予告だって言うんでね、いいよ食べていいよ。で今ここまで来たらね、これ後で、ね、後で、じゃあ後でゆっくりね行きましょうね。一杯は、はい、一杯、一杯は後で、はい、あとです。はい、ね、はい、予告終わってから、はい、予告はね、またこれまたインドやってるんですよ、はい、ね、真っ白の御柱祭りっていうのね、記録写真展ってやってんの、樋口区住宅、うん、ね、1日から31日までやってますんで、はい、無料ですのでぜひお出かけください。9時からね、4時半までという形ですね、うん、はい、でそれからあとが、今度は初めてなんだけどね、真田駅ゆかりの地を巡るという形で、7月2日、はいはい、集合場所がですね、今日真白駅でやりますね、小山田さん、矢沢さん、彫刻寺とかって回って歩いて、ね、説明してあげます。よろしくお願いします、はい、それともう一つ、もう一つ、もう一つはね、真田丸を巡ってという形で、また街歩きをしますね、はい、真田さん、のところも回るんですが、うん、真白駅集合でね、うん、大英寺さんとか彫刻寺さん、うん、ね、矢沢さんとか回ってですね、皆さんにご案内するという形でございます、はい、ぜひお願いいただきたいなと思います。はい、もう一つ、もう以上ですね、はい、以上でございます。それ予告、はい、じゃあ来週は、私じゃなくて宮坂さん、はい、はい、ね、何をやろうとしてるかな、読んで読んで、見なきゃ分からない、読んで、県道長野真田線のね、うん、進捗状況についてね、うんうん、お話しいただく、そうだ、今バイパス作ってるから、ね、宮坂さんのとも少し引っかかったってね、引っかかった、4メートルぐらいね、よかった、今度だけどあれだよ、そうですよ、うるさくなるよ、うんうん、あの酒井さんがね、お金のこと言ってますよ、うん、そうですか、ちょっとね、いや固定資産税も高くなるんですね、今ほどいただきました、あ、そうか、そう、飲んじゃった、飲んじゃったね、飲んじゃった、まあその話もじゃあ来週やるかね、はい、ね、ええ、はい、来週は、現場監督さん、現場代理人さん、はい、ね、今進んでましてね、うん、あそこはね、4月からかな、うん、始めまして8月ぐらいまで、ね、でできるって、でちょうどね、3日ばか前まで私どもの裏の道も通れなくて、あ、やっそうだ、通行止めになったね、通れるだって、うん、あの橋をどかしたからね、そうなんですよ、なるほどね、住み慣れた景色が変わっちゃってね、うん、写真撮ってありますから、ます、
あいいね、またじゃあその時もアップしてもらえればね、私の写真は人だからですね、はいうん、じゃあそういうことで、来週はね、荻原さんっていうかね、荻原さんに来ていただいて、うん、進捗状況をね、はい、お話しいただこうというように思っております、なりますぜひお楽しみに、はい、よろしくお願いします。どうぞお楽しみに。それそれそれくり松代、また見てね。